オネガ湖はロシア北西部サンクトペテルブルクの北東約4 3 5トルにある淡水湖。大部分はカレリア共和国に含まれる。面積9 8 9 4 k ルでヨーロッパで2番目に大きい。水深は南部で5 0ル、北部で1 0 0ルあり、最深部は1 1 5ルに達する。起源は構造湖であるが、氷食作用を受けて、 北岸は、屈曲が激しく、断崖をなす。冬には、摂氏マイナス35度にもなり、湖面全体に1メートル以上の氷が張る。以前には、氷上の60キロメートルを徒歩で渡る競技も開催されていた。湖畔の住民は、ロシア人が大半。カレリア人も住んでいるが、現在は6%に減少し、ロシア人との混結が増えている。以前は、 馬ぞりが主な交通手段であったが、現在はヘリコプターに頼っている。湖の西岸には、カレリア共和国の首都、ペトロザボーツクがある。その他の湖岸の町には、メドベジーゴルスク、コンドポガなどがある。ラドガ湖へ注ぐスビル川が流れ出している。オネガ湖の木地島は、木造教会建築で有名で、1990年世界遺産に登録された。 オネガコラドガコフィンランドアン、ルイビンスクジンゾーコ、モスクワサンクトペテルブルクノブゴロドヤロスラブリボログダ、オネガコの位置、オネガコは、八海、バルト海運河の経路、オネガコキジシマペトロザボーツクオネガコの形状、ありがとうございます。